あのお客さん の,、はい、あのペットワンちゃんがあって、うん、おからとか、うん、あの餌に入れます、うん、でも他のは食べません。だから動物のあれですよね。だから 保育園とか行ってもやっぱりそこで食べて細かいにして食べるけども、家帰ってお母さんがあの今日ちょっと時間なかったお金買ってきて細かいにしたら、でも子供は一番ね、五感が優れてるから、すごいですよね、その動物的感覚って、うん、それが本能じゃないですかね、多分自分にあのいけないもんが入ってくるっていう感覚ですから、やっぱりこれは食べたくないっていう風になるんですよね。多分好き嫌いとかそんなんじゃきっとないですよね。前の鳥の話でもお豆腐ちょっと端っこ割れてるか持って帰ったら、あの牛始末に渡しよったらこう食べるけど、よその持ってきたら食べるっていうのも一緒ですね。それもそっか、本能ですね。